こんにちは、ケイジです。アリです。今日はですね、お久しぶりなところに来てるんですね、アリさん。はい、ちょっと宮城県の海へ宮城県のね、そう、宮城くんといえば、宮城くんって言っちゃった。宮城くんといえば、はい、おがつでございます。はい、おがつのある漁港の方に来てるんですけど、はい、いや、いい感じですわ。いい感じですけどね。いい感じですわ。はい、何か釣ってほしい。いや、でもなんか気配的にはめちゃめちゃ釣れそうなんですけど、なんかね、ぽいよね。でも潮もいい感じに動いてるし、あったかくて、うん、あったかくていいんですけども、うん、なんか準備がどんどん失敗してってます。さっきからね、うん、必ず穴を1個飛ばしてるんですよね。マジか。、うん、なんか焦ってますね。焦ってますね。焦ると気もやばいですよ。私、焦ってます。なんかあまり時間がないんですよ。スローリースローリーってもうできないっていう。そうそうそう、ね、どうにか釣って記録を残したい。はい、あの動画を更新したい。そう、ということでっていうか、栄えある、新チャンネルの一発目になりそうですから。あら、そうか。危ない。ちょっと、頑張っていきたいと思います。はい、というわけで皆様はチャンネル登録のお先ですが、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、新しくなったんで。というわけで頑張りましょう。はい、ちょっと頑張ります。とりあえずお時間まで。あの、もし釣れなかった時のために、はい、あのこの絶景だけはね、絶景ね。よかったでしょ。よかったでしょ。よっ、過去形になっちゃったよ。いい海だったね。いい海だ。終わってないよ。うん、まだまだ始まろう、これから。本当はあのショアジギロットでもよかったんだけど、うん、なんかちょっとあれまだ扱い慣れてないので。でもここだったら使ってもよかったな。かもね。俺もやっぱコルスナ持ってくればよかったと思って、ちょっとこの波見て思ってる。うん、バイオマスター持ってくるべきだったって。あー、なんということでしょう。今日はね、ライト用のナスキーしかないんで、これショアやっても全然よかったなっていうぐらい。そうですね。うん、まあ青物系は多分今いないかもしれないけど、でもやっぱり根魚系のね、大きい魚とかヒラメとか、やっぱ雄勝来たからアイナメとかは狙えるのかなと思うんでね。そうなんですよね。うん、でも時間がねえぜ。時間がねえぜ。行けるところまで行くぜ。おう、やれる、やれるところまでやろう。じゃあとりあえず投げるぜ。イエー。後ろ、後ろ危ないからね。やっぱりアイナスショット。耐えたい。まあ楽しんで参りましょう。あ、そうですね、頑張りたいと思います。とりあえずなんか釣れた、釣れたって思って。わかりました。おー、エルサリーもね。おはようございます。やりました、初回走。え、モガ。おがつはいい回走がたくさん育っております。イカなんかいねえよ。まあ普通はモニーいるんだろうけど、まあ、うん、ちょっともうちょっとエギやっていいですか。どうぞどうぞ。なんかエギって釣れないと分かっていても楽しいんですよ。でもずっとそうだもんね。何があっても俺はエギを投げ続ける。とりあえず投げる。ってこった。兄さん、兄さん、おめでとうございます。釣れましたねって。釣った。いや、っていうかスミスミが、スミスミ今紹介するからこれ。そうだね。いや、なメバルだと思うんだけど。なんすかね。でも認めたくないサイズだよね、うん、これね。そうなの。あれでしょ、いつの間にか釣れてた系でしょ。そう、そう、波じゃないかなっていう感じのあたり。なんか色的にはメバルなんだけど、なんかメバルっぽくもないし。なんなんだろう。でも大きくなるとメバルっぽくなるのかな、より。でもかな、柄はメバルっぽいんだけどね。なんだろうね。じゃあ、ね、これはリリースです。そうしましょう、うん、お子様なので。そうします。じゃあ早く貸してあげましょう。大きくなってこい。よし、早くしないとヌーチー来るよ。
キャッチャー&リリースってくるから。はい、キャッチャー&リリース、バイビー。初はスミスミでしたが、カウントはしたくはありません。しょうがない、しょうがない。いやだってほら、今まででかいのあげちゃってんもん、ここで。そうなんですよね、ガンガンあげてんもん。こんなんだったもん、こんなんだったもん。そんなんだったもん。しょうがない、もう一回頑張ります、おはようございます。はい、アニさん。はいはい、トゥース。昨日は残念でした。昨日は残念でした、スジじゃないや、スミスミが。こんなメバルメバルっぽい、メバルね、もう上げて終わりました。うん、今日はですね、もう5月から、引き上げてきてですね、はい、どこだっけ、仙台の、なんていう場所なのかな、荒浜、荒浜っていうとこに行きたくて、で、向かってたら、荒浜が実はいっぱいあって、そう違う荒浜に来ちゃって、だから違う荒浜で行くかっていうの、もういいかで、そしたらすずがちょっと今時間できて、合流できるってことなんで、おいや、またこれから合流して、普通に3人でドラゴンポーズとして、はい、ちょっとできるってことですな。はい、何釣るかは全然決めてません。はい、というわけで頑張っていきましょう。いやでもなんか釣りたい、釣りてよ、釣りてよ、釣りてよ、せっかく来たから。ちくしょう。はい、はい、到着して釣りをしております。ただいまの時刻はもうすぐ4時になろうかというところ。お、あ、来ました、スーさん来ました。日頃の願いがかり、日頃も願いがかってるの。あそこにね、コカイがね、ふやふやふや、コカイなのかしらね、ふやふやふやってほら浮いてるんですよ。こういう何バチ抜けシーズンって、あ、宮城の方でも来てる。シーバスよ来い。シーバス狙いなのか分かんないけど、シーバスよ来いね。まあ、頑張っていきたいなと思います。